こんにちは、島田です。今回はバレエの6番ポジションという立ち方が解剖学や体の使い方で見たときにどんな意味があるのかについてお話をします。気をつけの姿勢と似ているんですけれども、体の中で起こっていることは違うんですよね。バレエをやっていない人もスタイルを良くするとか、あとは足を細くするための姿勢として使えます。そそもそも、 6番ポジションで何って思う方のために一言で言うとこのポーズは両足を揃えてつま先を正面にして立つこの状態を言うんですね。でこれだけだとただまっすぐ立ってるだけじゃんと思うかもしれませんがこのポーズはそこに両足の隙間をできるだけ減らした状態まあ隙間なくぴったりくっつけた状態という条件がプラスされるんですね。 太もも、膝、足首などはすべてくっついた状態になります。それでなんでこんなポーズするのかってお話なんですけれども、理由は体の内側の筋肉をいつでも使える状態にできるからなんですね。ポイントは、肩骨というすねの骨にあります。この肩骨は、上は内転筋や内側のハムストリングス、 肩甲筋など骨盤につながる筋肉がつきますし下は前頸骨筋や後頸骨筋それから足の指の筋肉など足首の内側や足の指につながる筋肉がつきます。なので6番ポジションをとってすねにある頸骨や太ももにある大腿骨の環境が良くなることで骨盤膝、 足首などで内側にあるるる筋肉を使いやすくすすくことができるんできんね。そして足の内側にある筋肉が使いやすくなることで骨盤の位置も良くなるので腹筋など体幹の筋肉も使いやすくなるという嬉しい連鎖が起こるんですここまで話を聞いてそれでそれが気をつけの姿勢で足をぴったりくっつけるのとどう違うのって思った方もいるかもしれません。 気をつけの姿勢との違いを簡単にお話しすると、使っている筋肉が違うということなんですね。これ試してみると分かりやすいんですが、足をぴったりつけて気をつけをしようとするときに、多くの場合は足を横に寄せようとしてくっつけますよね。そうすると、太ももの外側の筋肉に力が入りやすくなります。でこの状態で足を寄せると、 膝は寄りやすいんですけれども、あの膝から下とお尻は外に広がりやすくなって、隙間が出やすくなるんですね。でまた、ずっとこのままでいようと思うと、太ももやふくらはぎの外側が疲れてくるはずです。また、重心も外に行きやすくなるので、つま先立ちをしたときに小指側に体重がかかりやすくなるという状態にもなっちゃうんですね。で一方、この6番ポジションはどうかというと、 この姿勢で足を寄せようとしたときに力が入りやすいのは内転筋やハムストリングスになります、まあ、内側のハムストリングスですねそこに力が入りやすくなりますなので膝から下も寄せやすくなって隙間が減るんですつま先立ちをしたときの体重も親指側に乗りやすくなるので立ったときに小指側に体重が逃げるということもなくなりますさらに 床が押しやすくなるので体が上下にストレッチされて骨盤の位置も若干高くなったりするというメリットがあるんですね。ではこれ体の中でどんな動きの差があるのか骨格を使ったイラストで解説をするとこんな感じになります。気をつけの場合は足を横に寄せようとするので膝と足首の辺りは内側に寄るんだけれども お尻ややすすねは外に広がりやすくなっちゃうんで,す、ね、で反対に6番ポジションの場合は結果的に見た目まっすぐに見えるんですけれども中身は足全体を内向きに回転させる内線という動きだったりそこから外線といって外側に回したりする力が加わることによって上下に伸ばされるような形になるというわけなんですね。この違いがあります。 ただ、この体の中でこうねじりとか螺旋、スパイラルが重なって、結果まっすぐに見えるっていう概念はなかなかイメージしづらいと思うんですね。先日もこのポジションについてセッチ、説ョバレエ生態ハンドブックの読者さんからご質問がありました。ご質問の内容は、つま先が前を向いたまま、アンディオールといって股関節を外回しにすると、膝とつま先の向きが違って、 膝を痛めませんんかとということなんですねで確かにこの膝が前に向いてて太ももだけ外回ししたら膝ねじれるのでこれは痛いんですねでも6番ポジションの場合は先ほどもお話しした通り膝はねじってないんですよね太ももだけ外回ししているわけではなくて太もも膝つま先はまっすぐのまま動きます でこれはバレエの他のポジション1番から5番っていう足の他のポジションでも同じことになりますで。6番の場合は足全体に内向きにも外向きにも回す力が加わっているんですけれどもお互い逆向きで合わさっているので結果的に足がまっすぐに見えるという形になるんですね。 とはいえ内向きとか外向きとかねじれとか言われてもちょっと何言ってかよくわからないなっていう方もいると思いますので実際にこの動きをやるとどうなるのか見てみようと思いますまず肩幅に足を開いてつま先を前にして立ちますそしたら足全体を内側に向けて両足のつま先をつけます そして、そのままかかとをつけるように足を外回すれば、ちょうど足がまっすぐになって完成ですで。これだけなんですね。でここでのポイントは、両足のつま先をつけるときに、膝の向きにつま先を合わせるようにしてくっつけるということです。つま先だけつけようとすると、足首だけ頑張ってあの膝がねじれてしまうので、これを防ぐことで股関節を使って動かせる分、 だったり動かす感覚っていうのが身につくようになりますこの方法自体は簡単な動作なのでこれで6番ポジションにできてるのと思うかもしれませんそれで確かめ方は気をつけの姿勢と6番にした状態でしゃがんだりつま先立ちをした時の感じに違いが出てるかっていうのをチェックすると良いですちゃんとできていれば両者の動きに違いが出ます 気をつけてしゃがんだりつま先立ちをした場合と、6番にしてからしゃがんだりつま先立ちをした場合、でこのかかってる力の感じとか使う場所も変わってくるんですね。であと足を寄せるときに力が入るところも変わるはずですので、そこでチェックしてみるのもありです。またそこからターンアウトした時にも違いが出ます。足をつけただけの姿勢からターンアウトで1番ポジションにした時と、 6番ポジションで内側の筋肉を使いやすくしてからターンアウトをするのでは、床の押しやすさや膝裏の伸びに違いが出るんですよね。まあ、ちなみに別に毎回足を内側に向けてから外回しする必要はありません。やっていくうちに内側の筋肉を使う感覚が身についてくれば、別にこれをやらなくても同じようにできるようになります。まとめると、 バレエの6番ポジションは、ただ両足をつけて気をつけをするのと違って、足の内側にある筋肉を使いやすくすることで、骨盤の位置も良くなるので、腹筋などの体幹の筋肉も使いやすくなるという嬉しい連動が狙いです。で見た目まっすぐに見えるんですけれども、実は中では内向きと外向きのスパイラルがかかっているので、 普通に立つよりも強く床を押せるし、スタイルもきれいになるんですね。自転車の補助輪のように、内側の筋肉を使って足全体を回す感覚が身につくまで、このサポートとして使っていただくと、内側の筋肉が使える状態でレッスンに行けると思いますので、ぜひ試してみてください。今回お話しした股関節の使い方、内向きに回すとか外向きに回すという使い方については、 バレエ生態ハンドブックの16ページと17ページに載せてありますので、本をお持ちの方はそちらもご覧ください。でこんな風に、バレエの動きは、きれいに体を整えるという点でさまざまなヒントがあるんですね。そこで概要欄にある、知るだけでレッスンの効果が上がる3つの秘訣という動画では、手の使い方が股関節の動きにどう影響するかなどもお話ししていますので、 ぜひチェックして続きをご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。ぜひ明日からのレッスンに行かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。